よしおです。あいかです。いや、みなさんこんにちは。こんにちは。はい、ということで今日は僕が案を持ち込んできました。はい、はい、今日はサムネタイトルにあるとサムネタイトルにある通りこんな年…いや、今噛んでないやろ。え、噛んだ。人生噛んでるけど噛んだな。はい、こんな年上男性は嫌だ、イエーイ。最近ありがたいことですね、うん、年下女性を好きになった男性からの質問が多いんですよ。多いんですよ。はい、なので今回は愛香さんに年下女性の心と体ちゃうわ手首ちゃうね年上女性の心理についてちょっとお話聞きたいなと思った。若先生、はい、よろしくお願いします。代表する、はい、もう愛香さんはもうあの自他ともに認める年上男性好きで大好きですよ、はい、好きな芸能人は竹野内豊と水谷豊すごくおじいおじいちゃん失礼やな。豊かしてるが好きっていうことやなっていうぐらい年上男性が好きで、まあ、数々のって言うとすごい語弊がありますが、あともう一人、まあ、大沢隆夫。そこはよしおって言ってほしかったな。でも名前は似てる隆夫とよしお知らない3文字だけ大つながりな、はい、数々の年上男性を見てきて、まあ、いろんな仕事でもいろいろ接してきて、うん、こういう男性は嫌だとか、うん、この人はいいけどいい人止まりだなとか、うんうん、なんかそういう感じのお話をねしていただけたらいいなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。かしこどのキャラどのキャラでは参ります。ででんいい人で終わる年上男性の特徴を教えてください。いい人ね、うん、やっぱ数々のそういるじゃん、わめちゃめちゃいい人だなってなるけど付き合うまでには至らない、うん、多分こういう男性多いと思うんですよ、うんうん、ズバリ言っていい、ズバリ言っていい、見た目元も子もね、お前が見た目ですか。見た目、これは愛香さんの持論、これはね、うん、総論、うん、総論、はい、私はみんなの意見を代表していると思うし、いい人で終わる男性っていうのは、うんうん、年齢問わず、うん、やっぱり見た目やと思うね、はいはいはい、相当容姿があまり良くない、あとは、かなりふくよかでいらっしゃるとか、そういった場合は、うん、なんか面白い人だよねとか、ね、いい人やでなって終わる。なるほど。だからそのイケメンとかブサイクとか顔のパーツ云々ではなくて、身なりを整えたりとか、うん、清潔感があったりとか、ある程度シュッとしてたりとかっていう、うん、そういう男性的な部分を意識してない人が対象外になるんですよね。そう、うん、いい人だよねって終わる、うん、見た目的に、うん、ありなしが女性の中には絶対あって、ありゾーンにいてたら、うん、年齢問わず恋愛対象になる、うんうん、確かに男性もそうやんな、うんうん、だからそこはあの別に誰を差別してるとか批判してるとかではなくて、ある程度自分の中の基準があって、うん、そこのゾーンに入ってれば OK だよって話よね。そうそうそう、うん、だってもちろんさ、ふくよかな方が好きな人もいらっしゃるやんか、うんうんうん、だその場合はあのゾーンには入るんだけど、うんうんうん、それは多分こう引き合わせというか、うんうん、出会いご縁やと思うから、うんうんうん、ただただ私が今まで出会ってきた年上男性で、うん、いい人止まりで終わったなって考えてみたら、うん、見た目が好きくない、自分のタイプじゃなかったんだ、ね、うん、うんうんうん、なんか結果は追いついてなかったとしても、うん、もっとさらに素敵な自分になる、なろうと、なんか行動してることが分かる、うんうんうん、吉尾もそうやって、うん、なんか見た目はさっき見た目って言ったけど、うん、吉尾と最初出会った時見た目全然タイプじゃなかったんやけど、でもなんか自分なりにこうビジネスを発展させようと頑張ってたりとか、うん、であと地味に筋トレ続けてたりとか、うんうんうん、でちょっとこうこの辺とか男らしさがあったりとか、うんうんうん、でそういうところに惹かれていったから、なんかイケメンになる必要は全然ないし、うん、で好きな人の好みの見た目になろうとすることも全然ないんですよね、うん、自分がこれが正解だ、自分はこんな風になりたいって思う姿を明確にして、そこに向かって歩んでる姿っていうのはどんな人でもかっこいいと思う。確かに確かにそうだよね。では次、どんなアプローチをされたら嫌ですか。
あ、例えばそのいい人止まりももちろんいるんだけど、でもやっぱグイグイ来る人もいるわけじゃないですか、うん、でその中でじゃあ吉尾と他の人たちとは何が違ったのかっていうのをお聞きしたい。そのアプローチ方法でもその仲良くなる過程でもいいんだけど、どういうのが効果的だったか。あのね、うん、圧倒的な差があった。差があった、うん、へ、それは恋に男を見せようとしてるかしてないか。はあ、なるほどなるほどなるほど。やっぱり今まで出会ってきたそのアプローチを、うん、あの恐縮ながら、うん、たくさんの年上男性からお誘いをいただいてきた我が身ではございますが、うんうん、はいはいはい誠に恐縮ながら、誠に恐縮でございますがね、はい、何が違うかって言ったら、うん、そのこれまでの男性とかは、うん、やっぱりなんか二人きりで、うん、ちょっといい感じのレストランに行って、その後バー予約してるんだよね。はい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 、はい、もうザ大人のデートを企画してくださる、はいはいはい、でも最終的にここのホテルが見えてるよ的な、ね、なんかちらついてますねみたいな、なんかなんかなんか前振り長くねみたいな、そうなんかなんかどうなんですかみたいな、ちょっとこう夜が多い感じやったんですよね。でも吉尾の場合は昼から会ってた。会ってたね、うん、ランチよく食べてたんですよ、うんうんうん、だからその先に何かこう男的なものを襲われるとかそういうのが全然なくて、うんうん、でポイントは、うん、夜は私から誘ったんですよ。あ、確かに。夜ご飯行こうとか、うんうんうん、この後まだ暇やったら一緒について行っていいとか、うんうんうん、その夜関係は吉尾から誘われなかった。確かに確かに。夜の予定はね。確かに確かに。言われてみりゃそれ。そう、うん、だからなんかわざわざ夜に会おうとする必要はないかな、うんうん、アプローチしたいって思った時に、うん、なんか次休み時間のランチでもどうぐらいが一番いいんじゃないか。ちょうどいいよね、うん、なんか夜だとなんか変に勘ぐっちゃうよね。そう、うん、なんかクッてなっちゃうから、うん、近くに美味しいパスタ屋さんがあるから行ってみいひんとか、うんうん、それぐらいからの方が嬉しい。確かに確かに、それそうだよね。お互いちょっと気まずい雰囲気になるよね。断る方も申し訳ない感じ、うん、なんか嫌だけど断ると申し訳ないって思っちゃうもんね。なんか東京タワーが見えるバーとか連れてってもらったりとかするけど、でさ、ほんで年下女性はそこで、うん、あの大人ぶってしまうの。はいはいはい。やっぱり雰囲気に飲まれて、はいはいはい、でこの雰囲気に合わせなきゃいけないと思って、うん、その本来持ってる純粋さとか、うん、ケラケラ笑ったりとか何でもかんでもこう喋るとか、うん、そういう年下女性の魅力が発揮できなくなる。そうだね。でわーとか喜ばなきゃあかんしな。そう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 、すごいとかって言わなあかん、うん、あかんやな。夜景見て、うん、なんぼほど夜景見たか分からへんわと思ってても、うん、すごいってこんなとこ来たことないって言うから。確かに。みんなみんなもう慣れてるから、みんな。確かに。でもそれって夜景の力を借りてて、その人自身の力を使ってないよね。そうだから自分で勝負してないよね。そうなんよ。そういうことか。喋ってても楽しくないね、うん、なるほどなるほど。そこで、うんうん、綺麗ですね、あ、本当ですね、うん、あ、なんかキラキラしてますねっていう、その夜景を見てるだけ、うん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 、だいたいバーってそうやん、うん、夜景を夜景を 見る席やん、こうやって。確かに確かに。話は弾んでない。確かに確かに。でも吉尾は昼から会ってて、うんうん、ランチでめちゃめちゃ話が弾んだの、うん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 、だからその次のステップで夜ご飯こう行きたいとこあんねんけど行こうよっていう話になった。まあでもこれって本当に年上男性のポイントとしては北風と太陽で、北風のようにグイグイ行くっていうのは多分無理だと思うんですよ。脱がせよう脱がせようしてるからな。そうそうそう。じゃなくてやっぱりこうじんわりこうまず人として信頼をもらうっていうのはすげえ大事で、僕も最終的まで本当最後の最後まで男は出さなかったし、全く、うん、その手もつなぎでけんへん、うん、キスもせえへん、家にも入らなかったよね。入んなか、家にも絶対入らなかった、うんうん、送ってくのも、いや一人暮らしの女の子の家に入るのはまずいからって言って、ここ駐車場までだけ、そう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 とかっていう風に徹底してましたね、うんうん、なんかそうするとやっぱ女性の方がまあってなるね、うん、そう、なんでこいつ他の男は上がってくんのに、そう、ね、あわよくば上がりたいとか言うのに、うん、こいつ上がってこないんだって、そこで価値がつくよね。そう、なんかその他の人たちは、うん、女の子の一人暮らしの部屋とかどんなんか見てみたいっていうような言い方をする。ああ、なるほどなるほど。ほんときっしょって思う、うんうんうん、でもそういうのが一切なかったから、そのきっしょっていうシャッターが降りなかった、うん、確かに。そっか、きっしょをどこまで
なくせるかよね。そうやな。ポイントとしては、うん、うん、ということで手を触れたりとかあるかもしれませんけど、そのガツガツしすぎずしっかりと信頼を築いてったら女性の方からもう言ってきますから、うん、大丈夫です本当に。そう絶対言ってくると思う、うんうん、なのでちゃんと僕らはその一人の女性として見てあげて、ちゃんとプライバシーとかプライベートは守る、うん、もうガツガツいかないでこうパンと受け止める感じがいいと思います。はい、同じですかね。はい、はい、ということで今日は年下女性を好きになった皆さんに対して、年下妻の愛香さんのお気持ちを聞かせていただきました。ご講話ありがとうございました。いえいえ、高いよ。じゃあ体で払います。よし、委員会。はい、はい、それではまた他の動画でお会いしましょう。バイバーイ。